はい、こんばんは。2013年12月27日金曜日です。今日がね、年内、最後の、再稼働反対の抗議行動になります。今日はね、ここにソニーのアクションカム HDR-AS15 をつけて、これをね、撮影を、してみたいと思います。どうぞご覧ください。始めますので、お集まりください。頑張ります。あ、ちょっと待ってください。電話は。ちょっと待ってくださいね。今日で今年最後の75回目の金曜日になります。今日は寒い中、お疲れ様でした。はい、それではいつものように、今年の最後にぜひとも発言されたい方いらっしゃれば、どうぞ。まあ、今日はもう最後のウォークでですね、今度市長選挙に立候補することになりまして、面白い選挙になるんじゃないかなと思ってます。で、いろいろ私、自分が栃木さんの立場だったら原発再稼働をなんとか返事するかなって考えてるんですけど、再稼働する場合はあくまでも安全基準に合致するような形でお願いしたい、こういうふうな表現になるかなと思います。明確にやっぱり厳しくですね、そういう逃げ道に許さないような迫り方をですね、して戦いたいと思います。急遽資料を集めて、資源エネルギー層の効果の低下を集めてここにコピーしたんですけれども、その中に、福島原発事故のあと今国民の皆さんはもう脱原発という声がもう国中にいっぱいあると思うんですけれども、この政府のエネルギー計画では引き続き確実に原発を推進するということが書かれています。そういうことで国民から意見を集めるというのがありましたので、あと10日残っています。冬休みの宿題にちょうどいいんじゃないかとそれが終わったらちょっと考えて、その資源エネルギー庁のホームページに行けばこの意見投稿のフォームがあるんですね。そこに投稿を、してほしいというふうに思ってこの資料を作りました。この、エネルギー基本計画はエネルギー基本法という法律にのっとってやってるんですけど、説明によると3回か4回ぐらい過去の計画があります。その直前の計画は平成22年かな、なんかあったんですけども、そこには原発を、54基から10年で9基もと作って、15年後に15基か、そのぐらいさらに作るということが書かれてあります。そうすると日本は原発が70基近くなるはずだったですね。で、事故になってそれは書けなくなったんですけども、皆さん黙っていって脱原発の声は弱くなったら、その計画が生き返ってくる可能性さえあると思うんですね。この今の政府のやり方を考えると、黙っていたら7抜き作るということがまた言われかねませんので、ここのパブリックコメントの中に国民の声がたくさん、原発をやめようと、あるいは再生可能エネルギーに切り替えようという意見がたくさん出ることを、望んでいます。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。他にいらっしゃいませんか。久しぶりの中川さん、どうぞ。発言を。おお、ミスターどうも。どうも、久しぶりにやってまいりました。暑くなってからずっと来てなかったんですけど、久しぶりに寒いので、年の終わりということもあって、これを着てということに、させていただきます。どうもなんか仙台を一番初めに動かしたがってるっていうのは、
日本を全部ダメにしたいと思ってるとしか思えないというね、とんでもないことが進んでますけれども、それとあとはその自然エネルギーの分野が、大企業にみんなお金がいっちゃうみたいな形になってるのと、実は電力会社がズルしてですね、本来はもっと自然エネルギーっていうか、いわゆる電力の価値を払わなきゃいけない部分を、ズルをして安く買い叩いているので、電気代が高くなるっていう宣伝に使われているっていうのもあります。ぜひその、我々市民共同発電所っていうのはずっと日本で初めてやってきたわけですが、宮崎がもう企業のやりたい放題になっているので、来年には自分たちの発電所っていうかですね、地産地消の経済というものを、まあ、訴えていくようなことができればいいなと思ってますので、よろしくお願いします。戦いは終わりません。そうだ、はい、それではこの辺りよりも歩いた方がいいでしょうから、そのように、この小さい小山幕を先頭に申し込みたいと思います。お願いします。おお、そうそう、あ、今日ご用染めか。ご用染めだな、今日は。今日はご用染めです。いいですね。今から飲みに行くんでしょうか。でしたね、ご用染めだ。今度のここは近くだから、あ、センターだね。そうそうそう、車に帰る。Thank you.
最後皆さんどうもご苦労様でした。まあご苦労様でしたけども、また安倍さんが青なことをしまして、そのことを話したいと思います。まあ安倍さんが、まあ靖国神社を突然訪問して、まあ朝鮮の人たちとか中国の人たちが非常に怒ってますよね。明確な弾圧をしてるわけですわ。公私刑でも吊し首にしたり、首を切って竹に刺してね、晒し首にしたりとか、そんな弾圧を繰り広げてきてるんですよね。で、中国に対してはもう中国政府は最低でも1000万以上 の中国人が日本人に殺された、日本軍に殺されたというふうに言ってますように、やっぱり人そのものがほとんどの人たちが安倍さんと同じレベルにある、そう思っていないと危ないと思いますよ。やっぱり憲法改正に対しても現在のこの機密保護法案を強行通過させたのも本心から自民党の改正草案を実施しようというのがその目論としてあります。だからそれをやっぱり阻止するためには、この機密保護法っていうのをね、やっぱり廃案にしないといけないと思います。これを1年以内にできればね、廃案にしないと、これが実際に作動適用されることになると、いろんな運動がね、いろんな困難を迎えることになります。で、最後に安倍さんが、まあ、声明 のテレビのインタビューの中で、英霊たち英霊たちと言ってますけども、僕はね、安倍さんの祖父の父親を含めて、ああいう永久戦犯たちは英霊じゃなくて亡霊だと思います、ね、だから亡霊があそこに祀られてるというふうに、一般の兵隊の人たちももちろんあそこにいるんだけども、この人たちはやはり天皇制の憲法における犠牲者だというふうに僕は思いますね。でもそれをやっぱり英霊っていうのはね、表現の仕方はやっぱり間違いかなと思います。やはり戦争の多くの兵隊たちの犠牲者だというふうに考えています。だから安倍自民党政府が今のような形で戦争できるような体制を作っていけば、何回も表示するね、まだ戦争ということにもなりかねないし、多分今度中国とかその辺りで衝突するようなことになれば、はっきり言ってもう日本とか中国全体も、それは第二次世界大戦の被害どころじゃないと思います。どちらかが、中国は核兵器持ってますからね。
核兵器を使う可能性というのは非常に高いと思いますよ。そうなったら日本もいつでも核兵器を作れる状況にありますからね。これだけプルトニウムはふんだんにありますから。だから日本の技術で言えば、だから双方が核兵器を使うような戦争にも発展しかねないと思います。そういうことを含めて、やはり私たちはこの安倍政権のこのやり方をやはり引っ張りとやめさせていく、そういう運動をこの1年間特に正念場として頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではもう一人。はい、こんばんは。来年の1月の29日水曜日ですけども、夜、市民プラザで、川内さん、あの鹿児島の元前の衆議院議員で今落選しております、福島原発に、民間人として初めて入ってですね、ビデオ撮影をされてきます。講演会を企画しますので、またよろしくお願いいたします。1月29日の水曜日です。はい、最後にどうも、75回目を、今日で終えます。もう今年最後ですね。で、ですね、私今日何を話そうかっていうのはなかなかわからないんですが、特定秘密保護法がですね、出てきて、前後から特に原発に関する情報っていうのが非常に少なくなったように感じております。福島の第一原発、福島第一原発の4号機の使用済み核燃料、これも1回、2回、2回と3回はその中部の方から取り出して追加と供用機の供用機の方に移すということをいろいろ報道しましたけど、危険性っていうのは全然変わってないのになかなか報道されなくなる、それとかですね、汚染水の問題、汚染水の問題はもうダダ漏れのはずなのに、うん、全然報道されなくなってますね。でこの汚染水のですね、対策チームとか国の方の原子力規制委員会の方のプロジェクトチームっていうのはですね、つけた委員っていう再稼働の審査の委員ですよ、トップされてる方がいますね。この方がですね、座長を兼ねられてます。座長なんです。でこの2ヶ月間全然ね、汚染水対策のその、チームが動いてないようです。動いてないんです。で再稼働の方だけは一生懸命ですね、ずっと審査をされ続けられてます。でこれはちょっとね、誰が考えてもおかしい。だけどこういう問題が表に出てこないんですよ。汚染水はとにかくね、ずっと漏れ続けてるはずなのに報道もあんまりないですね。でとにかく規制委員会が本当は審査をせずにですね、向こうの方に行って汚染水対策やらやる、で福島をどう収めるのかっていうことを考えなければいけないので、それをやらずにですね、再稼働に向けて審査ばかり進めてます。で先ほど言われましたように、再稼働、仙台原発はやっぱり一番西側にあるじゃないですか。玄海原発西側にあります。それと伊方原発もそうなんです。でこれがやられるとですね、私たちだけじゃなくて西日本で、東日本全部やられていきます。でこれを許したらいかんですよ。でこういうことをね、どん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 進めていこうとするやっぱり今の政権っていうのはね、とってもおかしいですね。やっぱりみんながちゃんと声を出して、でこうやってみんな今75回迎えましたけど、これを来年もしっかり続けていってですね、で再稼働をやっぱり止めていきましょう。絶対これ再稼働をさせたらいけないです。来年も頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。来年は1月10日ですね。あんまり言い出しにならないけど、はい、お疲れ様でした。はい、仙台原発再稼働反対、仙台原発再稼働反対、再稼働反対。
最下の反対、最下の反対、最下の反対、来年も頑張ろう、おめでとう。はい、ということで、第75回の再稼働反対ウォーク、終わりです。今年、最後の、抗議集会、抗議デモでございました。先ほども、お話がありましたように、来年は1月10日から、行われますんでね、参加してみたい方はどうぞ、宮崎県庁本館前の広場にご集合ください。はい、それでは、中継のほど、この付近で、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。